クラブランスの営業前、社長室にこもる進撃のノア。言いたいことがうまく分類できん。 LINE でもメールでもなく、この日は便箋に慣れない直筆の手紙。自分を支えてくれた大事な人へ思いを込めて。ありがとうございます。嬉しいです。キャバ嬢歴14年、クラブランスの最年長、ララ32歳。連絡先よかったら交換してもいい？今度連れてきてね。来るとき呼んでね。ただだから私。後輩たちに自分の常連客を紹介。これがキャバ嬢としてのララの就活。このお店がめっちゃ好きなんで、言い方変やけど、残せるものは残していきたいなっていう。大好きなお店なんで、いっぱい来てほしいね。今日でキャバ嬢卒業。社長、進撃のノアとは20代の頃からの付き合い。誕生日とか大事なことは絶対一緒に来るっても約束してるんで、営業してくださいよ。言われなきゃ分かんないんで私。ランスレイズ合わせてもララが一番出会ってから長いのよ。私の方が多分先にエースグループに入ってて、はい、でララが入ってきて、その時はキャスト同士として一緒に席ついたりアフター行ったり、めっちゃなんかこうお姉さんに可愛がってもらってたタイプやったから、言うことよかったね。ノアにとって4歳年上のララは常にお姉さん的存在。そんな二人の関係も今では社長と従業員という関係に。でもだって私社長がおらんかったら本当ここ来なかったじゃないですかって言うなって言う。立場は変わっても、ララを慕う気持ちはずっと変わらなかったノア。そんなララの卒業をノアは引き止めることができなかった。営業終了まで残り1時間。客席で人目をはばからず涙しているのは、これさ、多分喋ってるから私と言ってもらって、帰る時に多分バタバタすると思うんで。営業前、黒服に預けた後輩たちへの手紙。家庭も今あげるね。じゃあ、はい、いいんですか？薄いけど、これはすいません。今日卒業なんで。僕も今日までなんで。そうなんですね。そう、ララの担当黒服、ルカ。実はルカもララと共にクラブランス卒業を決意。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。最後までララを立てる黒服に徹する。そう決めていたはずなのに。何なんだお前。こらえきれず号泣。本来黒服は営業中、キャバ嬢と共にお客さんの席に座るのはご法度。すんません、ほんまに。しかしこの日、ノア社長の計らいでお世話になったお客さんへの挨拶が特別に許された。なんで夜食したかったんですか？やっぱ初めは夜のキャバクラ黒服とかやっぱりかっこいい部分あるじゃないですか。でその入りは本当にそっから19の時に黒服、夜の世界で黒服かっこええなから始まりました。ドラマや漫画で見ていた黒服という憧れの仕事。しかしその現実は、出勤は午後3時。そこから開店前の準備やミーティング、まさに分刻みのスケジュール。
俺が立ってなるって何してもええねんから肩にはまんないの。はい。営業中はスムーズな接客が行えるようキャバ嬢たちを支え続けるアシスト役に。もう1時間ありがとうございます。じゃあおらん時に聞きに来たり先頭っての誰が聞きに来たの？間違えてちょっと。あ、すごい。あかんで。あんま後でデコパッチン。先輩黒服、そしてキャバ嬢たちからも叱られる日々。お客様に接客しないで。カウンターに座って待機させていただいて、はい、そんな中ルカと同じ時期に入社した黒服仲間は自分より早く部長に昇進、敗北感も早々に味わった。憧れだけでやっていけるほど甘くなかった夜の世界。別れを人一倍悲しんでいるのはルカが担当しているキャバ嬢のメイビ。きっかけが何なんですか？ノア社長が現役の時とかで、その時にテレビの密着取材みたいな受けてた、そのテレビ見て、でインスタとか見ていくうちに、なんか自分もやってみたいなみたいな。じゃあご両親はご存じたんですか、今の仕事は？言ってないです。普通に言いづらくないですか？キャバクラって言いづらくないですか？厳しい家庭環境から夜の街に憧れてキャバ嬢に。黒服のルカは自分と同じ動機のメイビを売れっ子にしたいと自らメイビの担当を希望し、献身的にサポートしてきた。全国から売れっ子が集まり、しのぎを削るここクラブランスで二人三脚の毎日。その甲斐あって先月メイビーは初の売上1位を獲得。インスタには支え続けてくれた黒服ルカへの感謝が綴られていた。そんなルカの熱意を買ってララもルカを担当黒服に指名。今日最終な。よう頑張ったな、私のわがままをいろいろ。何してあれやってこれやってかわいそうに。僕が一番最初に入った時に一番最初に可愛がってくれたというか、思い出に浸り涙に明け暮れる3人。最後この形になりたかったからな。ちょっと待ってな。そこへ。はい、分かってます。すみません。ちゃんとみんなにそういう場を作ってもらってんねやろ。はい。その従業員としてやらなあかんじゃん。なるだけここまで頑張ってきた。はい。みんなにありがとう言われるからよ。はい。頼むで。やはり黒服業務は厳しかった。営業終了後、真っ先にあの人の姿が。やばい。ごめんなさい。グループトップ綾田さんから大きな花束の贈り物。今までありがとうありがとうございます。私ベッド泣きたいんですけど、横がすごすぎ、横がすごいパンチ効いてるから。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、はい、そしてルカには。ありがとうだ。そうです。ルカ。いや、こんだけ泣くんやったらやめとったよ。同じこと言いましたから僕は。ありがとうな。頑張れ。社長、進撃のノアも。お疲れ。お疲れ。お疲れ様。これまで何度も見届けてきたこの場面。私最初から書いてたけど。手渡されたノアからの手紙。泣かないと決めていたはずだったけど、やっぱり涙。ありがとう。ありがとうございます。その思いはみんな一緒。結構遠くになってる。
下がりようと言って、やばいから、はい、はい、ノアがしたためた長年の戦友への思い。あ、やばい。ありがとうございます。嬉しいです。私もあのテキーラのメオって言われた時、ちょっと怒ったら、過去の思い出な。ここでは語れない思い出もたくさん。いよいよクラブランスとの別れの時。ありがとう。帰ってまた。ありがとうございます。ありがとうございます。もうええで、お前はもう。